変えたのは誰なのか想像してしまった。あっ、ん、明彦。お前来るなら来るって言えよ。途中で気づいて声出そうだったわ。マジなんでいんの。あ、俺も今朝急に真冬に連れて行かれて、めちゃくちゃ恥ずかしかった。めちゃくちゃ恥ずかしかった。で、かっこよかったよ。どうも、具合大丈夫？あ、うん。結果、どうだった？うん。4位。え、おめでとう？あまり、めでたくはない。でも、ありがとう。雨月と、好きだったやつと別れたんだ。え？急に俺ん家出てったからてっきり。それは親に連絡取って金くれって頭下げたんだ。急にバイオリンに打ち込み始めたし。それは今まで逃げてたから、どこまでやれるかやってみたくて。急に俺に対してよそよそしくなったり。それは知らないうちにどんどん変わっていくし。ああもううるせえ。俺が生き方を変えたのはお前に見合う男になりたかったからだ。ハルキ、ハルキ、触ってもいいですか？いいよ。